こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のこの動画が今月もやってきた、クレイマンとティアを狙え約400連ガチャ。はい、ということでね、皆さんお待たせしました。今日は特に撮る動画がないので今のうちにやっちゃおうかなということで、あとね、マオリュウの、リクエストとかね、こういう動画やってほしいとかあればどしどしお待ちしているんでよろしくお願いします。はい、ということでやっていこうか。どこから行く？まず普通のガチャからやっていくか。このテレビアニメ第3期放送記念チケットスカウトから行こうか。一応これはそれなりに極み星号も一応含まれてるみたいだね。このなんだっけ、魔国連邦幹部勢力かまでが含まれているという感じなんで、まあなんか出たらいいなぐらいですけど、一応確率確認しておくとですね、極み星号キャラの確率が、まあ全部等倍なんだね、確率ね。0.048%。旧キャラも含めてこの確率なんで、果たして当たるのかどうかというとこだね。はい。いきます。まあ、長いので、最終以外スキップでいこうか。ね。どこまでスキップしようか。どうしようかな。あ、そっか。この、最初のオーラだね。オーラで、確定演出が出なかったらスキップっていう感じでいこっか。ここでね。あ、出た。噂をすれば出た。スキップしようかと思いきや。これでいこうか。ここで仮に、紫オーラがもう何も出なかったらもうスキップって感じで。まあ、全部スキップしちゃうとあれがあるけどね。昇格演出がわからないってとこはあるんだけど。まあそれは普通のいつものライムのガチャ動画で楽しんでくれっていうことでいきましょう。じゃじゃー、我こそは偉大なの。あ、これさ、すごい今更気づいたんだけどさ、これあれか、偉大な竜って噛んでるけど、これなんて言おうとしてんのかずっと分かんなかったんだよな、この3年間。これあれか、偉大なるって言おうとしてんのか今更あ、そういうことか、これなんかそういうことだったんだ。偉大な竜とかなんかそういうことなのかなと思ったけど、よく考えたら偉大なるを噛んで偉大な竜って言ってんのか。知らなかったっていうか全然気づかなかったわ。そりゃそうだよな、普通の噛み方したら偉大な竜だよな。なるほど、3年やってにもかかわらず初めて知った事実であった。はい、20連目。そんなこともあるわな。なるほどね、全然気にしてなかったけど、そういえば偉大な竜か。さあ、さあ、おしょ、来んのかい。そろそろスキップかなと思ったら来んのかい。あとなんかね、みんなさ、コロナどれぐらいになったことあるかわかんないけど、咳が全然治んなくて、今もね、龍角散のザーメンずっと舐め続けてるんだよね。動画撮影してるけど。治んないわ。まあ、我慢できるくらいにはなったんだけどね。わらわのことは、バレンタインと呼ぶがよい。お、バレンタイン、ミニスカバレンタイン。極み星5欲しいな。ミニスカバレンタインは別にいらないのですが。てか今回のアップデート情報でもなかったね、何も。この旧星5キャラのさ、さすがにみんななんかあれ余ってきたんじゃない。みんなではないと思うけど、僕くらい課金してる。おっと、すごいな、弾は出る。僕ぐらい課金してるような人たちだとさ、あの旧星号のあの記憶石のかけら、あれ結構余ってんじゃないかなって思ってんだけど、さすがに結構チケットも配られてるもんね。今回極み星号は出んのかな。
の違いを教えて差し上げますわ。ガクトアルビスは多分、まだ1凸くらいかな。この人全然出てなかった。久しぶりになんかセリフ聞いたなっていう感じがしたわ、今。まあ、アルビスは全然 OK。アルビス今でもたまーに使うもんね。貫通パでね。やっぱ変換とスキル持ちは強いんだって。変換とスキルじゃねえな、変換とバフスキル持ち。高密度のエネルギーを検出しました。急がないとやばそうだ。出たね、極め星5出ねえって言ったけどすぐ出たね。さあスキップだな、ようやくスキップができたな。あとあれもなんか喉も詰まってるというかさ、痰が絡んでるというか。マジで痰もなんとかしたい。いやーマジコロナ大変だよね。今後一生コロナとね、普通の風邪と同じように付き合っていくのかって考えると、まあ、正直そんなに僕はそのなんていうのかな、まあ、熱も38度5分ぐらいまでは出るけど39度とかはいかないし、まあ、熱出たとしても別に全然それでも動画とか撮れるくらいだからいいんだけど、後遺症がめんどいよねコロナって。なんか風邪とかさ、まあ、インフルはかかったことないけどコロナとかみたいな。てかスキップでよかった、ごめん、雑談に夢中になってたわ。その後遺症の有無がマジでめんどい、本当に何とかしてほしいなって思う。さあどうだ、はいスキップ、おりゃー。さあ70連目だがそんぐらい。高密度のエネルギーを検出しました。急がないとやばそうだ。さあてか今回あれだったよね、そういえばさ、いつもだったら生放送やって次の日が何もなくて、その次の日生放送から1日明けてなんか新しいイベントが始まるみたいなパターンが多かったけど、今回結構長いよね。ね、水曜日に、まあでも別にそうでもねえのか、あ、いやでもそうでもあんのか、火曜か、もう火曜日の生放送で水木があんのか、2日空けてるんだよね今回。ちょっとだから長いですねって感じだね。であとあれだわ、昨日マセユキとリムルの性能評価動画アップしたけど、その中でね、僕が案の定間違えてそうだなと思って作った動画が、案の定なんか間違えて発言があったみたいで、まあ、確かに間違えてましたよ私。そう、昨日のそのマセユキのスキル内容のコブの内容あるじゃないですか、あれ物理攻撃キャラ対象なんですよね、2ターンの間で。仮面の勇者の話したよね、仮面の勇者の全体攻撃化の話したよね。なんだけど仮面の勇者って魔法攻撃型なんだよね。なんだかわからんが、我の力があれば鏡の中と外を行き来できるとディアブロが言うものでな。このセリフは出た、セリフ長ドラ。ベルドラ中一番セリフが長いやつ、セリフ長ドラ来たな。ライム動画定番すぎないこいつ、どんだけ出んの。セリフ長ドラこいつ何体出てんだろう、もう10体は言ってると思うんだよな、セリフ長ドラマジで。でどこまで話したっけ、てか何の話したっけ。ああそうだ、マセイキのスキルの話か。でそう、カメカメの勇者が魔法攻撃タイプなんだよね。だからマセイキのスキル自体はカメカメの勇者自体に乗っかってこないんだよね。なので
全体攻撃顔を乗せるのが無理。このティアラがあるから守ることができるのです。民を、国を。おお、久々に見たこの棒読み女王。みんな映画見た？このトアのやつ見た？すごい。まあこのセリフはまだね、そこまで棒読みに感じないけど、映画だとすごい棒読み感あるよね。で、何の話したっけついつい他の話しちゃうから話が全然進まない。あ、カメカメの勇者には乗らないって話ね。で、じゃあその全体攻撃キャラを入れ替えればいいんじゃねえかっていう話はあるかもしれないんだけど、これカメカメの勇者の全体攻撃入れ替えちゃうと全体攻撃がなくなっちゃうんだよね。あくまでこれなんかカメカメの勇者にしか乗っかってない、その全体攻撃化っていうバフをカメカメの勇者に乗っかってる感じだか感じなんだよね。要するになんで乗らねえんですよ、そう、交代しても。ってことは現状では物理攻撃キャラで全体攻撃化を持ってるキャラがいないので実現できないんだよね、コブと全体攻撃化を。なので、うーん、他の方法で攻撃回数を増やしてあげるしかないってことだね。まあその他のヒナタの追加攻撃とか反撃とかそういったところかな。あ、普通にスキップしてた、いいけど、どうせ何も出なかったし。高密度のエネルギーを検出しました。だからちょっとあれだよね、麻酔器の使い方いろいろ考えなきゃいけないよね。少なくとも今僕らがやるべき麻酔器をがっつり活かしたいのであれば、アクセサリーとかで麻装備化で反撃率アップをめちゃくちゃつけまくると多分ね、まあ、踏破戦とかもそうだし、あと武勇祭だね、9月の武勇祭も相当楽になると思うんだよね。今やるべきことは反撃率アップの麻装備化。これなんか改めて動画でやっても良さそうな気がしたな。なんか面白そうじゃん、ネタとして。麻酔器の攻撃回数を限界まで上げて攻撃力上げてみたみたいな。なタイトルちょっとしっくりこないけど、麻酔器のカゴスキルで限界まで攻撃力上げてみたみたいな、そんなやつ。あー、いいネタ思いついちゃったな。これで一本いけるかもしんない。今いいネタ思いついたかも、結構意外といいんじゃない。高密度のエネルギーを検出しました。いいかも。麻装備化ちょっとやってみっか、反撃率アップのやつ。どっちにしても武勇採用でやっぱ反撃率アップ系のやつ欲しいよねって思ったし、じゃあやってみっかな。あれとか需要あんのかな。なんかひたすら麻装備化するだけの生放送つまんないかひたすら麻装備化する生放送。測定不能のエネルギーを検出しました。果たしてライムは反撃か、反撃率アップ3つ引くことができるのかみたいなやつ。やっぱ意外とやっぱこうやって考えてればネタって思い浮かぶもんだな。誰がチビックだ、ぶち殺されたいのか。え、こんなセリフだったっけ、このミリム。これ初期ミリムだよね。こんなんだったっけ、久しぶりに見たなこのミリム。全然聞き覚えがないから極め星5かと思ったら、あんなセリフだったっけ。見た目と反しすぎてるね。2体目。あとはお任せください。おお、そうかね。この装甲マジで1回も使ったことないね。ガチで一度も使ったことない。この人いるんだよね、マオリウって。一度もマジで使うことのなく終わる人って。はい、これもう何連目か分かんないやつです。160連目くらいなのかな。高密度のエネルギーを検出しました。これって。
出ないね。スキップ、オリアー。なんか音バグってる？なんか音バグ？なんかさ、最近ゲームによってかわかんないけど、あーなんかさ、電波悪いよね。やっぱ台風のせいなのかわかんないけど、電波すごいさ、昨日とかすごい悪かったんでね。今もなんかちょっと悪い感じもあるし、今さ台風すごいじゃないですか。私ね、まあ X とかフォローしてくれてる人ならわかるかなと思うんだけど、土日にさ大阪に行く予定だったんですよ。あ、ちなみに僕が住んでるのは千葉ね。千葉から大阪に行こうと思ってて、で東京駅で新幹線にいつも乗っかってくわけなんですけど、ちょっと土日やばいよね、新幹線動かないよねと思って、だから大阪旅行久しぶりだったんで諦めなきゃいけないなっていうやばさ、最悪だよね。で今予報もね見てるんだけど、動きがね、なんか予報によっては遅かったり早かったりするやつがあって、まあ結局これもですね、予報もなんかそこまで予測ができないみたいな、なんかちょっと難しめの台風な感じがあるよね。これどうしようかなと思ってんだよねマジで。仮にちょっと今の台風の進みが遅くて土曜日は良かったとしても、その日曜日だね、日曜日帰ってこれなくなるみたいな雰囲気があるんだよね。日曜日にちょうどこの大阪と東京間あたりになんか暴風域があるみたいな感じがあるから、そこ通れないよねと思って、ってなるとマジでショック。てか何のために行くかって言ったら、あの FF7 リバースのコンサートだね。大阪のコンサートに当選してて、それいけるかなと思ってたんだけど、マジでショック。オフ会とかも予定してたのに、本当にショックやで、本当にショック。略して本職やで。平和だね。国高密度のエネルギーを検出しました。本職。スキップ、おりゃこんなもんスキップやで、おりゃー。これ210連目ぐらいですか多分。全然覚えてないけど、これ今のところ極め星5アルビスだけ。いやーマジ台風消滅してくんないかな。高密度のエネルギーを検出しました。あの温帯低気圧に変わって落ち着いてほしいよね。しかもその台風の勢力がさ、マジでなんかかつてない勢力の台風みたいなさ、なんか煽りしてるじゃん、激ヤバよね。今めちゃめちゃね、台風の情報をネットで調べながらガチャ回してるわ。てか確定演出来てるな、ミリ演出来てるわ、まあ、とは言ってもね、これが極め星ごとは全く限らないので、特別テンションが上がってるわけでもないんですよね、これがね。さあ果たして、まあどうせセリフ長ドラドラだだだドラって言っちゃった、ドラドラ言っちゃったよ。どうせセリフ長ドラだろ、長ドラだろって微妙に言いにくいな、これ長ドラだろ。死になさい、デッドエンドレインボー。これはまあ割と初期ひなただね、水ひなたか、これ水ひなか。
お？もうよい。わらわのことはバレンタインと呼ぶがよい。さっきも聞いたな。さっきも出たな。2体目ですね。さっきも出たね。さあ、いよいよ普通のチケットが終わりが近くなってきました。コミスドのエネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。まだね、160連ぐらいあるけどね。あれ？てか何も出てないか。ごめん、台風に夢中になってたわ。あと5枚ですね。さあ、あれ？パート2チケットもあるよ。パート2、さっきのパート3か。パート2チケットいくね。パート余裕のスキップ。単発のやつどうしようかな。全部スキップでいくしかないかな。めんどくさいよね、単発ね。はい、スキップ。おりゃー、こんなもんスキップやで。昇格演出とかそんなもんないんやで。あとは全部スキップでいこう。なんかさ、この単発チケットでもさ、一気にまとめて回せる機能あればいいのにって思うよね。なんかゲームによってはさ、中途半端な枚数でもさ、ある分だけ回せたりするじゃん。そうか、マオリオってここ絶対買えないよね。なんかみんなアンケート出してないのかな。でも大体あれなの、結局10枚溜まったら10枚回すみたいな感じで、もう10連ごとに回すっていう認識が強いのかな、みんな。何も出ねえし。はい、何も出ず。さあ、次は極み星5戦闘キャラ 10% チケット。これ極み星5キャラ出たら激アツですな。激アツですよ、こいつは。あ、今星5確定ガチャなの。ちょっと今一瞬喜びそうになっちゃったよ。さあ、極み星5か。極み星5以外に価値はね。俺はスライムのリムル。悪いスライムじゃないよ。これは NG。 これは NG。 これは圧倒的 NG。 これは NG。さあ、極み星5確率 10% 星5確定チケットスカウトだね。まあ一緒か、ほぼ一緒じゃん。極み星5。高密度のエネルギーを検出しました。さあ、どうじゃ。さあ、来い。聞こえるか、強き者よ。返事をするがよい。はい、これはね、セリフ短ドラだね。セリフ短ドラ。セリフ短ドラ。これはセリフ短ドラ。いらねえけど、どっちにしても。はい、次はどれだろうな。これ月額パス限定魔国連邦特急スカウト、これいきましょう。40連あります。これまあ多分400連超えるよな、多分これ。400連以上やると思う、これ。多分。450連ぐらいありそう。あ、みんな、4日から、スターバックスから、新しい、焼き芋香ばしいカラメルフラペチーノが発売だってよ。これ結構うまいと思う。これ結構うまいと思う。僕結構焼き芋好きなんだけどさ。
去年のやつも多分飲んだかな、フラペチーノ焼き芋のやつ多分うまいと思う。9月4日なんで台風が過ぎ去った後はね、みんなスタバへ GO だね。何の話やね、いよいよマオリュウのガチャ動画でスタバの話をし始めたぞこの男マジでさっきからツイッターしか見てない、ツイッターっていうか X、 マジでさっきから X しか見てないんだけど。よしよし、なんか来た。やばい、喉飴が切れたぞ。ちょっと喉飴舐め直していい？咳が出そう。そう、喉飴舐め直すわ。よし、来るぞ。じゃあ、オイラがお手本見せるっす。うわー、久々に見たね、このゴブタ。いらねえ。マジでいらねえ。マジでいらねえ。なんか、テコ入れ欲しいな。スキル統合の、なんか、スキル統合じゃない方向でもいいかもしれないけどね。なんか、旧星号はさ、なんつうのかな、ステータスが高くなるとかさ、支援キャラとして使った時のステータスが高くなるみたいなさ、なんかそういう特殊効果あったらおもろいと思うんだよね。はい。30連目。マジで当たったかいないんだよな。よしよしよし、なんか来た。何かが来る、何かが来る、何かが来るのは分かった。僕が感じたのはそれだけだ。なんだろうね。いや、マジ極め星食いが全て無価値だが、さあ果たして何が出る。うん、なるほどね。特性強ミニムだね。新規勢だったら激ウレピのやつだね。激ウレピ、新規勢激ウレピのやつ。まあ、ところがこのライムさんはもうそろそろ3年になりそうな、ゲームリリース初日勢なんだよな。一番ミニムの中では多分一番最初に貫突してると思われる。はい、 このガチャ40連目です。高密度のエネルギーを検出しました。急がないとやばそうだ。さあどうだ、いでよ極み星5、僕に夢を見させてくれ。スキップでいいかなスキップだね。うん、昇格演出も何もなかったね。で、星5チケットをもらってプレゼントボックスから拝借してと、で確定チケット回そう。行きます。それこそまださ、今映ってたようなさ、ガクトリムルなんかまださ全然とつれてないから、ガクトリムルでも全然いいと思うんだけど。はあ、何も出ねえ。何も出ねえって言葉間違ったな。なんかね、ちょっとこれ長えセリフ、このやたら説明口調のモブミリムこれすごいよね、やたら説明口調っていう漫画でよくいるモブ口調のミリムだよこれ多分ミリムの中で一番セリフ長いやつだね。セリフ長ミリムだね。さあ、あとは回数少なくなってきましたよ。あ、星5カゴキャラ確定チケットがある。行きます。いや、これマジどうでもいいな。これ星5カゴキャラ確定か、マジでどうでもいいかもな。これこれもういっか、ここ分かってるもんね。ここスキップでいっか。
出るかでいいか。ここスキップすると音が消えないんだよね。だね。はい、まあ星5顔キャラだからね、どれが出ても一緒っていうのはある。まだね、貫突とかできてない人は強いやついるけどね、特性がね、支援特性が。エレコロ、うん、まあ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 、さあいよいよ本題が来たぞ。長かったね、前振りが。前振り30分かかったわ。クレイマンとティアがここのガチャに入ってるから、こいつら狙っていくぞ。星4以上確定チケット10連。あれ待って、これ単発しかもしかしてできないの？え、なんでなんでこれ単発限定なの？意味わかんねえんだけど、なんでこれ単発しかできないの？単発でクレイマン当ててく？これ単発、この場合だとクレイマンとティア持ってないからセリフが出るよね。セリフが出た瞬間もうクレイマンとティアどっちか確定ってことだね。つまりセリフが出なかった時点でもう外れということだね。うん、全然出なそう。全く出る気配ないな、これ全く出ねえな、これ全く出ねえ全く出ねえ、全く出ねえ。星5ヶ月2倍チケット、これで当てるぜ。僕はクレイマンを召喚する。おりゃこれはひどい。もうまだ40年あるね。いきます。よっしゃ、おっしゃ、来たわ。これクレイマンの予感が、クレイマンの波動をビシビシ感じてる。これはクレイマンですわ。みんなチュマーン、クレイマン来るよ。みんなチュマーン、はい、ダメリムルマジでこのリムル、マジでこのリムル、一番最初に撮った時だけかな、マジでそんだけだね。マジで何度も言ってるけど、カゴキャラのさ、あのなんか情報修正あってもいいんじゃないって思うよね。本当に本当に僕も本当に僕はそう思うんだ。心の底からそう思うよ。僕は心の底から僕はそんなことを思って生きているんだ。はい、いやー、やっぱあれだね、今さ、今度はあの台風10号による鉄道の影響ってやつ見てんだけど、影響予測か、影響予測見てんだけど、うん、やっぱさ、今の感じだと、土曜日は仮にね、関東から、その、大阪までは、行けたとしても、日曜日帰れなそうっていう感じ。日曜日に帰れなくなっちゃうから、日曜日なんかまた泊まって、なんか、9月2日の月曜日か、月曜日にこっち帰ってくるみたいな感じになっちゃうな。それだと配信者的には不都合ありまくるよね。動画が全然撮れないっていう。やろうと思えばできるけど、ノー編集になっちゃう。ただ自分で喋ってるだけの、何の編集もなしの動画を、まあ、アップするっていうことになっちゃうんだよな。困ったな、これ。どうしよう。大阪行きてー。いいか、スキップでいいのか、これ。はぁ、困った。マジで。こんなことあるんだな、マジで。今まで意外となかったんだよな、生きてきて。その自分がさ、なんか旅行とかそういった時のタイミングで、なんかすごい台風とかに襲われて、なんかどうにもなんないと、キャンセルしなきゃいけないみたいなことって今までなかったんだよな。
意外と。いや、今回こんな感じになるんだなと思って。そりゃみんなショックだよな。だってね、旅行なんてさ、ほら、ね、それこそ関東から関西とかさ、関西から関東に来るみたいなさ、逆に言えば大阪の人が東京に来るみたいなことって、そんなに頻繁に行ってないじゃないですか、普通は。それもさ、そうなってくると結構ね、1ヶ月前から旅行の計画立てとくとかさ、そういったことするじゃん。それも全部パーになっちゃうんだもんね。いや大変だよなこれマジで。災害はもうどうにもなんねえっていうか、全然クレイマンもティアも出なかったわ。全然集中してなかったけど。はい、次連合チケットだね。連合チケットはまあ出ないけど。おっと、なんでここで確定演出来るかね。なんでこのタイミングかね。ああどうすっかな。台風消えてくんねえかなマジで。めちゃめちゃ迷惑。全人類にいらないと思うんだよな台風って。さあ一体何が出るだろう。極め星5キャラは入っているかな。うん、なるほどね。いらねえっすな。いらねえっすな。いらねえっすな。ありがとうございます。まだね、持ってない人はたまにあの支援特性キャラとして使うことあると思うよ。あのカゴ。ラミリス。うん。あと、魔国連邦スカウト。これ10連だね。簡単なやつだね。平和だね。各、高密度のエネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。このオーラはな。さあ多分これほとんどラストやで。さあどうだ。おいおおお、またかい。偏るな。結局全然極め星5キャラ出んかったな。終わったかなチケット。ああまだあった。星5確定チケットスカウトだって。星5戦闘キャラだね。わ、これはあるぞ。クレイマンあるぞ。全然あるぞこれ。クレイマンティア、これいいかもしんない。このガチャいいぞ。このガチャっつうかチケット、これはいいぞ。いでよ、来いよ。わかったのだ。これで私たちも友達なのだ。あー、セリフ長ドラの相方だね。セリフ長ドラの相方のミリム短いんだな。セリフ短いミリムだね。単ミリだった。ダメか、今月もダメか。なんかもみじのチケットが20万余ってんだけど。もみじチケット見つけちゃった。平和だね。各、高密度のエネルギーを検出しました。これで終わりかな。急がないとヤバそうだ。これでまあ謎にもとか出たら激ウケだけどね。さあどうじゃ。
さあ何が来る。いやこれクレイマン、クレイマンじゃねえ、クレイマン出ねえか。モミジ、あモミジ、モミジあったら僕はかなり、おで、はい出ない全然出ない、全然出ねえわ。はあ、高密度のエネルギーを検出しました。急がないとヤバそうだ。これはダメかもな、全然ダメかもな。これもうスキップしていい？でねー大爆死してます。結果大爆死したね。マジ？もうチケットさすがにもうないな、全部使ったな。終わりました。今回もダメでした。3ヶ月これやってる、4ヶ月 ?3、4ヶ月やってるよね。ダメかー、出ねえ、マジでクレイマン。いよいよさ、今回公式生放送でさ、運営自身がさ、ティア使い始めたよね。あれ、あれ、まあ、どっちの、どっちとも取れるけどさ、要は、ね、チケットで取ったキャラ、ここで使えますよっていう、その、ポジティブな意味での、セールス？ポジキャン？ポジキャンともなるし、逆に言うとね、全然こんな出ねえのに、なんで公式が、それ使ってなんか使ってみてやってんのみたいなさ、デモンストレーションやってんのみたいなさ、ネガキャンにも見えるし、どっちとも取れるよねあの場合って。まあ僕からしてみるとネガキャンでしかないけどね、全然当たってないのではい、まあ皆さんね、まあ、当たった方いるかもしれませんが、当たった方はぜひね、自分なりの使い方を編み出して、ぜひねライムにコメントで教えてほしいなと思います。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。